真下にいるのか。うわー、貫通してきた。マジ貫通してきた。やっぱ死ぬ死ぬ死ぬ。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、はい、見てください。7日目ですね。あれって思うでしょ？あれって思うかもしれないけどね。いや、ちょっとあまりにもね、前回のフェラルフォードが、速攻死んでね、もう惨敗すぎたんで、ちょっとやり直そうと思って、悔しかったんで、はい。で、やり直しました。でね、一回やってみて分かったこともいろいろあったんで、それを踏まえてですね、前回、昨日の、拠点を作る前の状態ね。去年の、いや、昨日のあの変な迎撃拠点を作る前の状態、6日目の朝ぐらいまで戻しまして、で、昨日の拠点はなかったことにしてですね、昨日の拠点はもうなかったことにして、やり直しました。はい。ということで、新しいので、ね、作ったので、今からご紹介したいと思います。はい。丸一日結構時間かかりましたけどね。めちゃめちゃ時間かかりましたけど、これはね、作りました。はい、見てください。見てください、これ。今回の第1回だけど、フェラルフォード、こういう感じになっております。はい。もうめちゃめちゃシンプルです。めちゃめちゃシンプルだけど、めちゃめちゃ時間かかりました。はい。こんな感じです。こんな感じで、下に掘り進めました。はい。下に掘り進めた感じになってますね。これね、なんか上向いて下がってったら勝手に降りてくれた。あ、本当だ。すげえ。すごいですね。はい。こんな感じになってますね。穴をね、めちゃめちゃ掘りました。はい。めちゃめちゃ掘ったんですけど、まあ、その岩盤までは行ってないんですよね。さすがにそこまでは掘れなかった。そこまで掘るのはね、さすがにちょっと時間的に無理なんで、ある程度どんなもんですかね、30は行ってないですね。25ぐらいかな。25ぐらい掘りました。はい。で、こう掘っといて、で、私はこっち。はい。ここにちょっと部屋を作りましたけど、フラグストーンでね。私はここにいようかなという感じです。で、まあこれ一応立てといて、で、こっからゾンビが落ちてくると。ね。ポロ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 。ポロ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 ゾンビが落ちてくるんで、こっからね。で、下に溜まるでしょ。ね。まあ、それを、その溜まったゾンビを、モロトフをね、30発作りましたよ。31発。まあ、そいつらをモロトフで、こっからチュンチュン撃って、燃やしていこうかなと。ここからね、こんな風に、ズボッと燃やしていこうかなと。いう、まあ、そんな作戦ですね。で、昨日やってて何が分かったかっていうとね、やっぱ上に物を立てると、下からどんどん、汚物を投げてくるって、吐いてくるやつがさ、下からどんどん飛び道具で攻撃してくるんで、いや、上にいちゃダメだなっていうのは思いました。はい。で、上がダメなら下でしょっていうことで、下に来ました。下に来たらさ、撃てないでしょ、多分。上から、ね、湧いたゾンビがいきなりオート攻撃をしてくることはまずないでしょ、下にいたらね。で、ワンチャン、この落ちてきたやつがさ、下から撃ってくることはあるかもしれないけど、まあ、そこはもう大丈夫。下に落ちたやつが上に撃ってくる分には。本当に大丈夫なのか？本当に大丈夫なのか？わかんないけどね。うん。で、まあまあ、とりあえず30発ぐらいね、作れたんで、昨日やってた時はね、松明とかに使っちゃってたんで、動物性油脂だっけ？なんだっけ？動物油。動物の油ね。1個いるんですよ。モロトフ作るのにね。モロトフって。これ動物性油脂。動物性油脂。で、空き瓶とかね、布切れとかガソリンとか火薬もだいぶ余ってる。で、問題これだったんですけど、松明作んなかったらね、まあ、とりあえずギリギリ31発ありました。31発分ありましたね。うん。まあ、これでとりあえず30発あるっていうことは、フェラルフォードがだいたい6時間ぐらいあるんで、6時間だよね。10時から始まって、11、12、12、3、4、6時間でしょ？ 6 時間だから、1時間に5発撃てます。1時間に5個使っても大丈夫。朝まで持つ。そんだけあったらいいでしょ？ 1 時間に5発、10分に1発は撃てないけど、ねえ、10分に1発撃つわけにはいかんけど、まあ、なんとかなるでしょ。ねえ。で、これに関しては、多分下から撃たれると壊れちゃうんで、一応ね、まだ持ってるんですよね。これ木製ブロック家具いっぱい作ったんで。
今回はだからね、このブロック、敷石ブロックあんまり使ってないです。逆にこっちいっぱい使った。はしごだからね、60個ぐらい作ったのかな、もっと作ったかな。はしごに使ったんでね。だからこれを、これでちょっともし壊れたらね、これ一応変えとこうか。ハッチ。ハッチ、自分でハッチを置いてね。壊れたらね、こう、だんだん、ハッチを置いて。もう一個置いといてもいいか、これ。もう、でもそっか、入られるもんな。ここ横につけとく。横につけ、あ、ちょっと待って。横につけときますか。横につけとくっていうのは手だよね。一つのね。こうだ。あ、つかないんだよ、横。あ、横つかないの。貼り付かなくなったんだ。あ、そうなの？一個損しちゃった。つかないのかな？あ、つかないんだ。つかないらしいです。あ、そうなんだ。一個損、二個も損しちゃった。ということで、まあでも壊れちゃったら14もあるんで全然大丈夫でしょう。ここにも置いとくか。一応置いときますか。強化もね、強化も一応できるんですよ。持ってるんで。ほらね。どんどん強化できる。どんどん。待って、そんなにしなくていいわ。そこまでしなくていいわ。この辺しとこうか。足りなくなったら嫌なんで。いざという時に足りなくなったらね、嫌なんで。何個ある？この、なんだっけ？これがなくなるとね、あ、もうないじゃん、これが。強化木材プラス木が。あ、自宅にあったかな。強化木材プラス木がないと、まあ、これはまだ余ってるね。まあ、強化しちゃっても大丈夫。強化しても大丈夫。はい。はい。強化木材プラス釘が取れるかどうかだね。まあいいけどね、別にね。いいけど。はい。ということで、まあこんな感じで今回のフェラルフォードをやっていきたいと思います。あ、ちなみにこれね、敷石ブロックをこうやって敷き詰めてあるけど、こんな風にね、敷き詰めてあるけど、あんまりこれ意味ないですね。意味ないです。全然。どうやって、どうしようかなって考えながらやってたらこうなっちゃってしまっただけで、全然意味がないです。ここの周りも別になくてもいいかな。これ階段にしたんですけど、階段にした方がゾンビ落ちてきやすいかなと思ってね。まあ、それはちょっとわかんない。効果があるかどうかは。はい。なので、これ、資材的にはね、大したことないですよ。資材なくてもいけんじゃない？全然。これね。私わざわざここのさ、ここの中をね、これ部屋みたいに、部屋にしましたけど、これも別にこんなんする必要ないからね。これね、部屋に。こんなのね。わざわざこんな、なんでこれ、ゾンビが上から落ちてきたのよ。作ってる時に。よいしょよいしょ、直しとこう、一緒。全部直しときましょう。まあ別にこんなんする必要もね、ないからね、別にね。結構壊れて、意外と壊れてんな。意外と壊しやがったな、あの野郎。マジで。許せん。まだ、これからって時に。よし、ということで。じゃあ、やっていきましょうか。まあまあ、もうちょっとまだ時間があるんで。じゃあ、よいしょ。待っていきましょう。はい、間もなく始まりますね。あと5分ぐらい、3分ぐらいか。はい、ということで、まあ、いつものように時間の方は24時間60分設定にしてあります。はい、始まりましたね。始まりました。まあ、とりあえず様子見ていきましょうか。とりあえず様子見て、あ、これ壊れてんじゃん、これ。直せる。そこまで直さなくていい。あ、落ちてきた。落ちてきた。モロトフはちなみにこれぐらいなので。ねえ、うわぁ、結構落ちてくるね。ああ。まあ、とりあえず燃えといてください、君たち。とりあえず燃えといてくれ。まあ、なんかあった時のために一応銃は持っときましょうかね。これ近づかなくてもさ、この辺に俺下がってればいいんじゃない？ねえ、そんな気しない？そんな気するよね。20分に1回ぐらいモロトフ投げとけばいいんじゃないか。20分に1回ぐらいモロトフ投げとけばもうそれで、あ、落ちてくる、落ちてくる。あ、犬来たね。ただ、上がってこれないでしょ。上がってこれないと思うんだけどね。マツコゾンビ、オートがいる。オートゾンビがいるわ。オートゾンビ怖いね。投げちゃうか。
あ、食らった、なんか食らいきなり食らった、すごいな、すごい打ってくるね、やっぱね。あ、壊された、壊された、これ直そう、よしよしよし、ね、あ、怖い怖い怖い、あ、怖怖いね、怖いよ、怖いけど、まあまあいけるでしょ、これこれ問うクリントゾンビオートだよ、やっぱこう、あ、デモリッシャー落ちたね、今ね、デモリッシャー落ちたぞデモリッシャー落ちましたね、今ここにいると撃ってくるんだろうね、やっぱりめっちゃ落ちてくるな、もう続々落ちてくるじゃん怖い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 、あ、怖い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 、あ、掘ってきてる、あ、掘ってきてるね、下のこの辺にいるね、なんかね、あ、掘ってる掘ってる、めっちゃ掘ってるじゃん、マジやばいかな、これもっと強化しといた方がよかったか、すげえ掘ってきて、やっぱ掘ってく、被爆メルゾンビ被爆めちゃめちゃ落ちてくる、めちゃめちゃ落ちてくるね、まあまあ壊されたら直していくしかないね、直していくしかないぞ、これ向き逆だな向き逆やん、これ直せるからね、直せるから直していこう、直していこう、直していくか、あ、やばいやばいやばい、なんか足元、足元ちょっと足元救われるわ、これやばいやばいやばい、やばいやばい、直して直して直して、直して直して直して、めっちゃどう、落ち着いた、落ち着いた、ちょっとどこまで行ってんの、どこまで掘り進んでるのかな、君たちは。あ、めっちゃ掘り進んでるじゃん、めっちゃ掘り進んでるじゃん、俺やっぱこの前の方にいないとダメなのかな、前の方にいないとダメっすか、あ、でも一応なんか壊されてないね、壊されてない、壊されてない、いける、今ならこれならいける、これならいける、1時間経ちました、1時間経ちました、1時間生き延びた、よし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 このカビは直せないんだね、カビは直せないんだわ、うん、よし、まだ25発あるからね、まだまだあるぞ、火消えたらとりあえず撃っていこうか、火消えたら投げていこうか落ちてくる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 、これはでも割と、なんかちょっと待って待って、割と楽勝かもしれない、これ割と楽勝じゃないか、これ実はこれいいんじゃない、これね、あ、やばいやばい、デモリッシャーが、デモリッシャー爆破する、あ、死んだか死んだんかい死んだんかい、よし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 、まあこれは割と楽勝かもしれないね、この作戦、あ、クマいるじゃん、マジクマいるやないか、クマ落ちてきた、マジクマ来るんだ、あ、ここちょっとダメージ食らってますね、はい、はい、こんなとこダメージ食らってんの、どうなってんの、こんなとこダメージ食らってるわ、だったこれ逆だったらちょっと失敗だな、めちゃめちゃ失敗だねこれ向き逆やん、あ、火消えた、火が消えたらもう投げていきましょう、クマクマちょっとやばいね、クマやばいな、クマか、クマ撃っちゃうかな、ちょっと、あ、鳥来た、鳥死なねえ、なんだこいつなんだこの鳥、鳥死なねえじゃん、マジかよ、鳥来るんだ、あ、怖怖怖怖、やばい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 、あんま油断してると死んじゃうわ油断してると死んじゃうけど、ちょっとあのクマ倒したいな、クマ倒してえな、あ、また鳥来たのあ、やばい、骨折した、クマ死ねえクマ死ねえ、死ねクマ、死んだか、よしよし、死んだ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 、体冷え切ってます、こんな下で燃えてるのに体冷え切ってるあ、火消えたかな、骨折したけど感染はしなかったね、よしよしよし、あ、なんかあんなとこ叩き出した、今度は体が冷えてます、こんだけ色、こんだけ燃えてんのにこんなに燃えてんのに寒いのかお前、マジかちなみに添え木がないのでこの骨折は非常に痛いですね添え木がないんでこの骨折は非常に痛いぞ、非常に痛いですね、動きが
そんな寒いの？嘘、寒いの？マジ？あ、もう鳥が結構来るな。鳥結構来ますね。前回鳥は来る、鳥が来るまでもいなかったからね。2分半で死んだからね、前回ね。うん。うわ、犬降ってきた、犬降ってきた。ああ、降ってくる、降ってくる。ああ、降ってくる、降ってくる。ちょっと第2波来たか、第2波。これちょっとやばいね。あ、デモリッシャーが落ちてきてる。デモリッシャー降ってきてる。デモリッシャーが爆発するとやばいんじゃないか。ちょっとなんか、結構壊してるな。まあ、直しながら行きましょう。もう直しながら行ったらどうってことないでしょ。これまだ固まってないんだよ。すごい、すごい声してる。ちょっと待って待って待って。まだまだまだ。またクマがいるのか。またクマ降ってきたんかよ。クマちょっと、クマの攻撃力やばくない？クマ強。死なねえ。クマ死なないじゃん。やばいね。クマ死なねえ。マグナム12発入れたのに死なないんだな。あ、やばい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 。ちょっと待って待って待って。奴をなんとかしなきゃいけない。奴をなんとかしなきゃいけないね、これ。トウ。やばいやばい。ほうちゃん、ラット値が。ラット、あ、ラット値が上がる、ラット値が。やばい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 。うわ、すごい、なんかダメージ食らってる。やっぱきつ、強烈だな、あの。あれ、強烈ですね。こっちもちょっと直しておきたいね。あ、ガシャーンって言ったけど。あ、これか。これか。ちょっと待って待って待って。直せ直せ直せ。直しながら行ったらなんとかなるはずだ。あ、なんか近いとこにいる。近い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 。近い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 。近いぞ、なんか。こっから投げるかも。こっから投げていこう。やばいね。まあでも、あの、汚染ゾンビじゃなければ、汚染ゾンビじゃなければね、モロトフ効くんでね、汚染ゾンビ回復するから効かないんだけど、あんまり。汚染じゃなければまだ、グールゾンビオート。かっこオートがやっぱ多いね。吐くやつがね、吐くやつめっちゃ多いな。まあでも、ちょっとね、鳥にやられて骨折したけど、これ楽勝じゃない？これ楽勝じゃないですか。ねえ、マグナム弾なくなっちゃった。クマを相手した。あと2発しかない。あれ？なんかおとなしくなったね。終わったか？青すぎた。終わった？鳥がギャーギャー言ってるけど。終わりとかあんのかな？終わったんかな？マジ？雨降ってる？鳥がいるんで。レイブンハーストはもう終わらなかったからね、どんだけ倒してもね。レイブンハーストはもう朝まできっちりゾンビが来続けたんですけど、これは終わるのかな？あ、来た来た来た。鳥来い。鳥カモン。あ、でもなんか貞子が叫んでるな、上で。貞子が、あ、来た来た来た。貞子が上で叫んでるね。あ、違うとこ、あ、落ちてきた落ちてきた。貞子降ってきた。貞子降ってきたわ。ここに投げてもいいんじゃない？燃えるでしょ。これでも燃えるでしょ。あ、燃えてねえわ。燃えてなかった。燃えてなかったわ。でももう1時半。なんか楽勝だね。雨降ってきたのかな。雨降ってきたんですかね。モロトフはあと10発あるんで。あと10発しかないか。ちょっと使いすぎか？使いすぎかな？まあもうすぐ2時でしょ？あと2時間。まあ5発5発か。5発ずつか。あ、死んだ。お、降ってきた、降ってきた。あ、降ってくる、降ってくる。はい、降ってくる。どんどん降ってこい。どんどん降ってこなくていいな。どんどん降ってこなくていいんだけど、別に。やっぱ強いね。死なないな。あ、やばい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 。
おわらっと値上がるっと値上がる暗い燃えてろ燃えた燃えてないちゃんと狙わないとダメだねエドガーゾンビかっこオートかっこオートが多いね、うん、いやもうちょっとこの辺でまったりしててもいいんじゃないかなこれああ壊されてるオートゾンビのあのオートのゲロがやっぱきついね強力だ ねあもうなくなったひょっとしてなんかがあ待ってプレートなくなったのかあなくなったっぽいえ嘘90もなかったか80ぐらいあったんだけどなくなったねここはやっぱ大丈夫だねあこれちょっとまた来た第2波来ましたか資材はやっぱ直すための資材はたくさん持ってないとダメだあいないじゃんどこにこっちか直すための資材はたくさん持ってないとダメですねやっぱねうんちょっとまあただここ上からさいや叩かれてるこっから直していけば大丈夫でしょう持ちこたえるでしょううわーすごいこんなとこ直せ直していくんだ死んだか降ってまだ降ってくんのまあそうかやっぱ終わりはないのかな終わったりはしないんかなレイブンハーストと同じですかねその辺はね壊されてるパコってるけどなパコンって言ったけどこれはもう直せないんだ残念ながらちなみに弾は71かこれ弱いからなあんまり殲滅力としては弱いんだよねよしこっちの方に誘導しようかこっちの方に誘導しようこっち来てあははははは鳥が飛んでるんだけど鳥来ないかなうんって言ったな今ああ吐いてる吐いてる危ない吐くなよお前ああすごい一撃で300ぐらいかでもダメージ OKOK あなんか壊されたもうすぐやっと3時かこれいけんじゃないでも人いないじゃんどこいたの人いなくなってるけど足元直しながらなんか壊されてるこれ壊れたらもう直せないからねはいスパイダーがいるスパイダーでも入ってこれないでしょ多分入ってこれないと思うんだがよっしゃやっと3時になったやっと3時まで持ちこたえたか問うもう自分この下にいるねやっぱね下に入ってきちゃってるねことなるべくこっちにいた方がいいかあ来たクローハンマーで叩いていくよしクローハンマーで叩いていく鳥が結構いますねただ降りてこないけどうん鳥が降りてこないけどいっぱいいるあ降りてきた鳥あんまり感染しないね。あ、ちょ待って。結構 HP 減ってんじゃん、俺。気づいたら結構減ってんじゃん。やばいよ、これ。ゲロ一発食らったら死ぬわ、これ。即死や。2回使える、これ。あ、使えるね。30。これで100か。100ぐらいないと多分一撃で死ぬんだよね。100ぐらいないとね、即死なんだよね。100ぐらいないと即死なんだよ。あ、なんか壊したな、どっか。どっか壊した。ここだけは壊さないでくれよ。なんか予想外のとこからゾンビが出てきそうな気がするどこにいるのいないじゃんいないやないかあいる真下にいるんだね、まあまた鳥か鳥多いねまあここでちょっと鳥をおびき出すか鳥来いいる鳥いるわ倒した倒せてないじゃん。
倒した倒した倒した、あ、脳震盪起こしちゃった脳震盪起こしてしまった。よし、もうでも終わりだね、もう間もなく終わりですね。このまま耐えるか、このまま15分耐えるか。もうちょっとモロトフ、最後のためにモロトフ残しておくか。どんな感じ自分の真下にいるよね。壊されるかな、壊される、壊されることはない。あ、この辺でもなんかどこにいんなどこにいんな、鳥邪魔だな、鳥邪魔すぎるな。あー、でもダメージ食らってないか。あ、なんか壊したぞ壊した、なんか壊したぞ、これ壊れた。あ、やっぱ真下にいるね。もうこのアイテムは修理が必要です。マジか、クローハンマーが、あ、待って、壊された。あ、ちょ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 直してる、早く直して、早く直して。真下にいるのか。うわー、貫通してきた、マジ貫通してきた。やっぱ死ぬ死ぬ死ぬやばい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 、貫通してくるんだそろそろ脱出した方がいいか。ちょっと待って、もうちょっと、もうちょっと HP を回復したい、脱出する前に脱出する前に、脱出する前にもうちょっと回復したいんだから HP をもっともっともっと、100以上ないと脱出怖い100以上ないと脱出は怖いぞあ、なんか壊されてる。よしよし、行くか、モロトフ投げつつ行くか。トウ、あ、ダメだ、トウ、あ、ダメだダメだ、やばい、足怪我してるからね俺。死ぬ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 、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、あっ足怪我してるからね足怪我してるから逃げれなかったね。シャリーン、まあでもいいか復活しました、経験値の 10% 失いました。もうでも朝になったんで、よし、ちょっと見に行きましょうか。ゾンビ消えたでしょ、多分。いや、これはね、まあ、勝ったと言ってもいいんじゃない？死んだけど。死んだけどさ、もう勝ちでいいんじゃない？これは。ダメ？完全勝利とはいかなかったけど。足が折れちゃったからね、はしごまで、はしご登るのが大変だったね。どうなった？あー、まあまあまあ、もうゾンビいないでしょ、多分ね。だいぶ掘ったんじゃない？だいぶ掘ったでしょ？よいしょ。あー。あ、もう、よかった、床ちゃんと作っといて。床をね、作るかどうか、実は悩んだんだよね。床いるかなとか思って。でも床一応ちゃんと作っといて、正解でしたね。あの、穴掘られてね、下に来るだろうっていうのは、なんとなく予想はしてたんで。なんだこれ。金だ。金拾った。やった。あ、まあ、やっぱフェラルフォードはそれなりに美味しいですね。レベルは上がらなかったか。レベルは上がらなかったけど。大して倒してなかったかな。あ、鉛筆だ。鉛筆7。鉛筆7嬉しいね。ブループリントいっぱい作れるじゃん。あとは、まあ、大したもん持ってないね。ああ、グリップ持ってる人いた。あ、ボルト。3はね、貴重ですよ。3貴重ですよ。あ、ん？その、あ、なんかめっちゃ持ってるこいつ。何こいつこいつすげえ持って、ブランダーバスか持ってんじゃん。何この人、すごいね。当たりなんだ。誰を倒したらああなったんだろう。クマかな。クマじゃないか。何を倒したらあれが出たの。すごいね、今の。すごい豪華装備持ってる人いたね、今。あ、まあでも、あとは大したことないか。あとは大したことないですね。あ、レシピ持ってる人いた。レシピ持ってる人いた。へえ。
はい、ということで、あ、もうすごい、こんなに掘られちゃったんだ。っていうことは、ここもさ、フラグストーンで埋めてしまえば、まあ、もうちょっと強くなるかな。ね、もうちょい強くなるかなって感じだね。うん、急に湧いてきた、鉄鋼。鉄鋼脈が急に湧いてきた。ちょっと待って。持ってる？持ってるよ。ツルハシ。鉄、鉄鋼、鉄鋼、ああ、なんか鉄取れんの、これ。出んの遅いんだよね、これ。出んの遅い、あ、取れた。え、それが取れんの？あ、これか。あ、鉄鉱石取れるんだ。へえ。これもう届かない。届かないよね。こう行って、ここに乗れるか。あ、乗れない。え、帰れないんじゃない俺。あ、でも、はしご持ってるから大丈夫か。どう？帰れない。帰れなくなっちまった。はしご持ってるんで、まあ、大丈夫ですけど。よし、ということで、まあ、死んじゃったけど、死んじゃったけど、まあいいか。まあいいか。まあやり方としてはでもこのやり方は割と正解かもしれないね。割と正解かも。割とね。よし。ということで。じゃあ今回この辺にしときましょうか。まあ2回目のフェラルフォード。相打ちかな？相打ちでもないから。でも一応時間までは頑張ったからね。はい。ということで。じゃあ今回この辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。